こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。世界各国にワクチンを分けてほしいと物乞いをし、やっとの思いでワクチンを確保し、国内輸送が失敗し全品回収となった韓国のコロナワクチンですが、購入費用が相場に比べて圧倒的に高く、足元を見られていたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。政府が新型コロナウイルスワクチンの購入費用として3兆8067億ウォン、ワクチン1回分あたり2万5044ウォンで契約したものと確認された。外信などを通じて伝えられたワクチンの平均価格15から17ドルに比べると高く契約したとの指摘が出された。疾病管理庁から提出を受けた2021年度追加構成予算案事業説明資料によると、7900万人分のワクチン購入に要する予算額は計3兆8067億ウォンだ。このうち2021年所要額はすでに割り当てられた1兆2133億ウォン、2022年に執行が予想される2045億ウォンを除いた2兆3484億ウォンだ。政府が購入予想のワクチン総量は7900万人分だ。ワクチン別では COVAX ファシリティ1000万人分、アストラゼネカ1000万人分、ファイザー1300万人分、モデルナ2000万人分、ノババックス2000万人分、ヤンセン600万人分だ。疾病管理庁はワクチン購入に要する予算額を1回分あたり2万5044ウォンと算定した。外信などを通じ伝えられたワクチン別の価格は、アストラゼネカ4ドル、ファイザー 19.5 ドル、モデルナ15から25ドル、ノババックス16ドル、ヤンセン10ドルだ。これを韓国政府のワクチン購入量に適用して計算すると、1回分あたりの平均単価は15から17ドル程度だ。最低5ドル以上は高いことになる。これに先立ち、パク・ヌンフ前保健福祉部長官は昨年11月、国会保健福祉委員会の全体会議でワクチン契約と関連し、価格をできるだけ合理的なラインで決めるため、様々なバーゲニング、協議をしていると明らかにした。キム議員は、パク前長官は、ワクチン確保に対する懸念を定義すると、合理的な価格に決めるため協議中で、契約も向こうから催促していると言ったとし、通常の契約単価より高い価格で購入したとの疑惑は、当時警戒心を持たずに、無能で無責任に対処したためと考えられると指摘した。続いて、政府が契約内容を公開していないが、これに対する解明は必ずなされなければならないと付け加えた。それでは、ネットの反応です。ワクチンを手に入れることに失敗して、挙句の果てに高く買わされた。どれだけ無能なんだ。購入価格を公開すべき。なぜなら、国民の月税から支払われるのだから。どの国でも契約単価は秘密だというのに、家庭で騒ぐことに意味はあるのか？最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。